全域の時は5、1967年の愛知県第6区との分割によって定数3となり、1975年の法改正によって4に増加した。現在の小選挙区では1区、2区全域と5区の一部に該当する。名古屋市が近隣市町村と合併を続けていったことにより、選挙区が拡大していった。 1955年に、愛知軍の旧、いのししだ村、旧天白村、西春日が軍の旧山田村、旧くすの木村を、愛知県第二区から編入し、海部軍の旧南陽町、旧戸田町を、愛知県第三区から編入。1963年に、旧森山市、愛知軍の旧鳴海町を、愛知県第二区から編入。1964年に、 千田郡の旧大、高町、旧有松町を愛知県第二区から編入。1967年の愛知県第六区との分割。1975年に名東区新設時に一部地域が愛知県第六区から愛知県第一区に復帰をしている。1975年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。 1964年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数79万1127人、投票率。 58.19%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数77万4174人投票率64.17%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数75万7459人 投票率 59.、59.03%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、74万2635人。投票率 57.、57.32%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、73万2393人。 投票率 65.、65.78%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数72、728,357人、投票率 58.、58.11%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、724,481人、投票率。 55.52%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数71、717,148人。投票率 55.、55.53%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、698,458人。投票率、 56.74%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数65、659。221人投票率 59.、59.66%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、112万698人、投票率。 56.90%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、92万1067人。投票率 60.、60.65%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、82万7782人。 投票率70.04%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数69万5395人、投票率61.93%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数65万675人、投票率 57.70%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、64万9326人。投票率 59.、59.16%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、49万3052人。投票率。 74.34%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数422,255人、投票率63.65%。ありがとうございます。